続きましては、京都競馬場芝 1600m のレコードホルダーでありますサングレーザーをご紹介いたします。父は説明不要の大芝馬ディープインパクト、母はマンティスハント、母の父はデピティミニスターであります。本馬は日本香港で 20.7 勝、獲得賞金は4億円を超えております。デビュー2戦目で後に2歳チャンピオン、2歳ボバチャンピオンとなります里のアレスを下し初勝利、続くデイリー杯2歳ステークスで3着となるなど2歳から素質の片鱗を見せておりましたが、能力が開花したのは3歳となってから。5月に2勝目を挙げると一気に4連勝、果敢に挑戦した G2 スバンステークスでは後方からインをつき素晴らしい決め手でコバを相手に重賞初制覇を飾りました。4歳となり初戦は G2 マイラーズカップ、モズアスコットなど強豪相手の一戦を33秒2の末脚とともに1分31秒3のコースレコードで快勝。その後はマイルから中距離戦へ路線変更し、札幌記念では若引きなどの G1 馬に勝利、続く天皇賞秋ではレイデオロに迫る2着となりました。父ディープインパクトイズルの切れ味を武器に芝 1400m から 2000m まで対応可能なその能力は勝負として体制できる要素を多分に感じさせます。近年シルバーステートやグレーターロンドンなど3区デビュー前に比較的リーズブルな種付け量から始まったディープインパクトの後継馬から芝馬として評価を高めるケースが見られますので、本馬にもその可能性があるのではないかと期待しております。なお種付け量は辞退条件30万円となっております。ぜひご検討いただきますようお願い申し上げます。以上、サングレーザーでした。